はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。みーこです。はい、よろしくお願いします。言い方変えられるとちょっとあれですね。ですね、今日はですね、巻くのが苦手な方向けのなんかこうやったら簡単に可愛くなるんじゃないかなっていう巻き方をやっていきます。すみません、ありがとうございます。で、なんだっけ、みーこさんですかね、はい、みーこさんの髪の毛なんですけど、今日、ごめんなさいね、はい、もうほとんど今もう何もしてない状態、もう寝起きみたいな感じなんですけど、まあ普通にこう巻いたりするのってこのままコテで巻いたりするんですけど、今日はちょっとこうまとめで巻きます。で、そうすると外した時にどのぐらいの綺麗なカールが出るかとか、ちょっとそういう風なこう意味合いも込めてちょっと検証っていう形でちょっとやらせてもらうので、巻くのが苦手な方ってこう全体的にこう巻いていくの大変やと思うんですけど、まとめたら結構巻きやすいかなと思うので、それのちょっと検証をやっていきたいと思いますので、いつもコテで悩んでる方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあ始めていきます。何にも今してない状態で髪の毛をまあどこでもいいんですけど、まあちょっと下でまとめてゴムで結びます。で、この時あんまりこう強く結ばないように注意しながらやってください。じゃあ次にコテを使っていきます。今日はアイビルの 25mm のちょっと細めのコテですね、でやっていきます。毛先を取って、まあ、巻き方はもうある程度ランダムでいいかなと思うので、まあ大体まあ内巻きで大丈夫かなと思います。全体的に細かく取って巻いていきます。細かく取って巻いていった方が全体的にこう熱、コテの熱が当たるので、綺麗にカールが出るのと、巻いた後のこのカールの持ちですかね、結構それも変わってくるので、なるべく細かめに取ってやってあげるとベストかなと思います。で、今回はまあ内巻きで巻いて、だいたいこうコテ1回転だけさせて、こう C カールより少しこうカールが出るぐらいで巻いてます。まあ、この辺もちょっとお好みで大丈夫かなと思うので、まあこのゴムを巻いているところから下であればどのぐらいの強さで巻いてあげても大丈夫かなとは思うので、とりあえず全体の髪の毛を巻いていきます。で、ここで N ドットのオイルをつけていきます。特に毛先、巻いたところですね、そこを中心につけていきます。で、ある程度つけ終わったら表面の部分も軽くなじませるようにつけててください。はい、これが巻き終わった状態です。だいたい今1回転ちょっとぐらいですね、 S カールまでいかないぐらい、 C よりちょっといってるぐらいのカールが全体的についてる感じです。もちろんワンカールとかでも全然大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと長めだと少し巻いてる方が可愛いかなと思うので、だいたいこのぐらいの感じでやってます。ではこれでゴムを外していきます。指を通してカールをちょっとほどいていきます。すると結構綺麗にカールがついてる感じになってます。これが外した状態です。結構普通に綺麗にランダムにカールが出てカールヘアになってるかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。結構普通にこうパッと見た感じ、綺麗にランダムなカールが出てて、まあこれを普通に作るってなると全体的にサイドだったりとか後ろで巻かないとダメなんですけど、まあ一本に結んで毛先を巻いただけでこのぐらいのカールになるかなと
思うので、まあ、短い方でも使えるかなって感じですね。例えばショートの人とかでもこう一本で結んで結構大変な方とかやったら肩一本に集めてこっちで巻いて、でもう肩一本をまとめて巻いてあげるとそれでも可愛く見えるかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。